やはり会合に来るときは茶器をいくつか持ってこさせた方が良さそうだな。今まで一種しか持ってきていなかったが、毎時間帯同じものばかり使っていると飽きてくる。お前は本に楽しそうに働くな。お前の楽しそうな姿を見るのがわらわは好きだよ。なぜ怒るのじゃ。わらわは褒めておるのだぞ。最近ホワイトやエースがちょっかいをかけてきているようだな。お前も迷惑をしているのだろ。していると言え。そうすればわらわが助けてあげよう。どうやって助けるのか。何に安心をし、お前が好む平和的な方法で助けてあげるから。そう、平和的にな。やはり会合に来るときは茶器をいくつか持ってこさせた方が良さそうだな。今まで一種しか持ってきていなかったが、毎時間帯同じものばかり使っていると飽きてくる。髪が絡まった。後で髪を整えたメイドの首をはねてやらねば。お前が？そうか、ならやってくれ。お前に髪をいじってもらうのは嫌いではないよ。これからずっと髪を整える？なぜ突然そのようなことを言い出すのだ。わらわとしては嬉しい限りだが。そろそろお前専用の部屋を用意してやろうかと思うのだが、どんな部屋がいい？かわいいお前に似合うかわいい部屋が良いだろうな。家具も腕の良い職人に作らせよう。何、いらぬだと？なぜじゃ。今の部屋は長期滞在には不向きだから使いづらいだろ。それでもいい？まあお前がそう言うならば別にそれでも構わぬが。そろそろお前専用の部屋を用意してやろうかと思うのだが、どんな部屋がいい？かわいいお前に似合うかわいい部屋が良いだろうな。家具も腕の良い職人に作らせよう。何、いらぬだと？なぜじゃ。今の部屋は長期滞在には不向きだから使いづらいだろ。それでもいい？まあお前がそう言うならば別にそれでも構わぬが。早く会合が終わればよい。こんな花のない場所に長くいるのは耐えられない。早く帰って庭のバラをめでたいわ。おお、偶然だな。わらわを探しておったのか。違う、探していたわけでもないのに会えたという。これが男女だったら運命だなとでも言えるのだが。ああでもお前とならば運命でも構わぬような気もするな。あくまでお前とならだがね。そろそろお前専用の部屋を用意してやろうかと思うのだが、どんな部屋がいい？かわいいお前に似合うかわいい部屋が良いだろう。家具も腕の良い職人に作らせよう。何、いらぬだと？なぜじゃ。今の部屋は長期滞在には不向きだから使いづらいだろ。それでもいい？まあお前がそう言うならば別にそれでも構わぬが。
最近ホワイトやエースがちょっかいをかけてきているようだな。お前も迷惑をしているのだろう。していると言え。そうすればわらわが助けてあげよう。どうやって助けるのか。なに安心をし。お前が好む平和的な方法で助けてあげるから。そう、平和的にな。寝る前に食べるお菓子は美味しい。お前はそうは思わぬか。なぜかは知らぬが、夜に食べると普段よりも美味しく感じる気がする。太る？お前、女の禁句を簡単に口に出すでない。今美味しくて幸せならばそれで良いのだ。それ以上のことは考えなくとも良い。どうした？わらわは今重大なことで悩んでいるのだ。さてどうするか。悩みすぎてイライラしてきた。どうして悩んでいるのかだと？お前とお揃いでアクセサリーを買おうと思っているのだが、何を買おうか悩んでいるのだ。お前は何が良いと思う？色はもちろん赤だろう。お前はなかなかセンスが良い。いつも身につけるわけにはいかぬが、良い選択だと思うぞ。お前とお揃いの品だ。そこらの店で買うわけにはいかぬだろう。そうだな。ひいきの職人に特注で作らせるか。どのような品ができてくるか、今から楽しみだ。お前と遊ぶのは好きだよ。何をしても楽しいと感じるということもあるが、何より長く一緒にいてもイラつかぬからな。あなたが大人になってこの家から出ても、たまには私を思い出してね。今はこうしてずっと一緒にいる。でも、これからもずっとじゃないわ。ええ、そうね。でも、それは悪いことじゃないわ。私はね、
あなたが大人になって素敵なレディーになるのが楽しみなの。そんなこと言わないの。大人って悪いことばかりじゃないわ。大人になったらいいことだってあるのよ。あるわよ。素敵な出会いがある。あなたのことを一番に思ってくれる人が現れるわ。そしてあなたもその人のことを一番だと思える。そんな人と出会える。私はいいの。ずっと一緒にはいられない。いつか順位は変わってしまう。でも素敵な出会いがあって楽しい毎日を送っても、私のことたまには思い出してね。私はね、一番じゃなくてもいいのよ。霞んでしまってもいいの。たまに懐かしんでくれたら、それでいいのよ。Thank you.
今、あなたの世界は私なのね。そうかもしれないわね。私もそうだったらいいなって思う。大人になるまでは子供だから。最近は忙しいようだな。だからといってわらわを放っておいてよいというわけではあるまい。どれほど忙しくともわらわのために暇を作れ。わらわはそうしているのにお前がそうしないのは不公平だろ。塔に滞在するなどストレスがたまるばかりでイライラする。なぜ？理由など聞かずともわかるだろう。あそこはわらわの支配する場所ではないのだぞ。でもそうだな、塔に滞在するのも塔自体も好かぬが、塔の上階から見る夕焼けは気に入っている。城で見る夕焼けとはまた違った趣があるだろう。わらわはお前が大事なのだ。だからお前にもわらわのことを大事に思ってほしい。他の誰より一番にわらわのことを考えておくれ。あまり一人で出歩かぬようにな。ここはわらわたちにとって領土外。そして今ここにはわらわたちと敵対する奴らも集まってきておる。ないとは思うが、もしお前が怪我でも負わされたらと考えると、考えただけで胸が苦しくなる。あまりに苦しくて思わず役なしどもの首をはねてしまうぞ。
や、いきなりどうしたのだ。お前は一人で出歩くのが好きなのだろう。それなのにわらわを誘ってもよいのか。わらわは特別だからよい。かわいい子だこと。かわいくてずるい子だ。でもそんなお前が嫌いではないよ。さて一緒に出かけようという話だが、もちろんわらわは断ったりしないよ。お前と一緒に出かけるのは楽しいからね。また出かけるのか。お前がいないとわらわは退屈で仕方ない。さっさと用事を済ませて早く帰っておいで。この城に、わらわのところにね。そろそろ塔に行かなくてはね。ああ面倒だ。面倒すぎてイライラする。欠席することはできるし。何？ずっと一緒にいるから頑張ろう。かわいいことを言うな。そうか、お前がずっと一緒にいてくれるのか。それならば少し頑張って真面目に参加してみるかな。お疲れ様です。お疲れ様です。本当に随分とお疲れのようですね。私たちは平気です。私たちは慣れていますから。そうですね、あなたは慣れなくてもいいかもしれません。あなたは慣れなくても許されます。慣れたくないなら慣れなくてもいいと思いますよ。わかりません。私たちは許されないから慣れたのではありませんから。混乱させてしまいましたか。申し訳ございません。私たちは説明が下手ですから。申し訳ございません。お疲れのところを引き止めてしまっていたんですね。申し訳ございません。慣れない服を着ているせいで余計疲れているんだと思います。着替えられたらどうでしょう。その格好ではゆっくりくつろげないでしょうし、着替えられるのが良いと思います。そうですね、確かに普段着のように着慣れていませんから。息苦しいと感じるのも仕方ないかもしれません。そんなことはありませんよ。私たちは息苦しく感じませんから。普段の服とあまり変わりありません。帽子がない分動きやすいくらいです。動きにくいとまではいきませんが、動きを制限してはいると思います。大丈夫ですか。とても疲れておられるように見えますが。部屋で休まれた方がよろしいのでは。仕方ありません。会合というのは無意味なものが多いですから。意味のない会合がほとんどです。何か決まることは滅多にありません。そうかもしれません。よく陛下たちは面倒だとおっしゃっていますから。ですが会合に参加しないわけにはいきません。
それがルールですから。陛下たちが役好きの方が参加されるなら、私たちも参加しないわけにはいきません。協定で揉め事は禁止されていますが、絶対に安全なわけではありませんし。あなたは意味がないものがお嫌いなのですか？無意味な会議は面倒なだけだとおっしゃっていました。それに意味がない会合や協定があまりお好きなようには見えません。ですから意味がないものが好きではないのかと思いまして、無意味なものには価値がないと思っておられるのかと。そうですか。それはとても残念です。意味がないものが嫌いということは、この世界の大半を許せないということですから。この世界は無意味なものがほとんどなのです。ほとんどが無意味なもので構成されています。そうです。ほとんどが私たちのような役なしのカードばかりなんです。意味のあるものはほとんどありません。あなたには分かりづらいことかもしれません。ですが事実です。この世界は意味のあるものより無意味なものの方が多いんです。あなたは無意味なものがお好きでないんでしょう。それはこの世界がお好きでないと言っているのと同じなんです。理解できませんか？申し訳ございません。やはり私たちは説明が下手で。申し訳ございません。